イベンビューレンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す市である。鉱山都市イベンビューレンは中規模都市であるが、テックレンブルガーラントのベストファーレン部分では、最大の町で、シュタインフルト郡においては、来年に次ぐ第二の都市である。イベンビューレンは、炭鉱の町として、発電所所在地として、全国的に有名である。 イベンビューレナー,アー川が流れる。この町はトイトブルクの森の北西端、西のラインネと東のオスナブルクとの間に位置しており、両都市とはそれぞれ約2 0トルの位置にある。イベンビューレンの北にはシャーフベルクやディッケンベルクを含むイベンビューレナー山地がある。1859年まではプラーネ川がここからイベンビューレン内市以外に流れていた。平均高度は 海抜70メートルである。イベンビューレンは9つの市区からなる。以下の表では2017年12月31日、現在の人口の多い順に列記している。イベンビューレンの地域は全部で7市町村と境を接している。北から時計回りに、列家、メッティンゲン、ベスターカペルン、テックレンブルク、ザーベック、ヘルステル、ホップステン。 いずれもシュタインフルト郡に属し、ほぼ全てがテックレンブルガーラントに含まれるが、南西のザーベックだけはミュンスターラントに属す。都市建設上のイベンビューレンの拡張と持続的な人口増加が数十年にわたって並行して起きている。このため2つの主要な発展軸が形成されている、西部方面、イベンビューレン市内3番目の新しいインターチェンジがシールロー設けられ、新たに 商工業地区に利用指定されたことで、西部方面での都市開発が促進された。また、ピュッセルビューレン方面に新たな住宅地が利用指定されたことで、さらなる発展が起こっている。東部、南東部、内市街の東へ向かう発展と、同時期に起こったラッケンベック地区の西に向かう拡張とによって、ゆっくりと開発が進んでいる。内市街の境界と、 ラッケンベックとの公式な距離は、接続道路で 5km であるが、都市建設上の観点からその距離は、約 2km にまで縮んでいる。法的には、イベンビューレンは、ノルトラインベストファーレン州自治体法4アブス2に基づき、中規模軍所属市である。2007年の自治体法改正により、この町は、州の要請によって、大規模軍都市の地位を与えられた。 これにより、軍の主樹の権限が本市に移譲されることになる。イベン・ビューレンは、1146年4月14日に、初めて文献に記録されている。これは、オスナブリュック司教、フィリップ・ホン・カツェン・エルン・ボーゲイが、オスナブリュックのゲルトルーデン修道院に、イベン・ビューレンからの税収入の一部を寄進するという内容のものである。1348年の文書には、 イベン・ビューレンの教会創建は799年と記されており、集落が形成されたのはかなり古い時代であると考えられるが、イベン・ビューレンの公的な創建年は1146年とされている。1219年及び1234年にキルヒドルフとして現れる。中世世紀から後期への移行期には、イベン・ビューレン貴族家、ヘルフォルト女子修道院長、 テックレンブルク博がこの集落の領主権を有した。この頃イベンビューレンはオスナブリュック主教区に属していた。この間、1150年からイベンビューレン貴族領主によってイベンビューレン城も建設された。この城間の最後の名残がイベンビューレンアーゼー勢近くの廃伝島の遺構である。イベンビューレン領主家が断絶した後、この集落は、 テックレンブルク博の領主権下に組み込まれた。この統治は15世紀末まで続いた。1493年にイベンビューレンを含む林間博領がテックレンブルク博領から分割された。テックレンブルクシュベリン博コンラートは1541年に両博領を再び統合した。イベンビューレンはテックレンブルク博の手際が悪く不運に見舞われた策略によって 1548年に、林間白陵と共に、皇帝カール五世の所有となり、その妹で、ネーデルラント総督のマリアに贈与された。この時代に、イベンビューレンにおける石炭採掘が始まった。80年戦争で、オランダとスペインとの間で何度も統治が交代した、イベンビューレンは、1648年に、ベスト・ファーレン条約によって、オラニエ家の所領となった。 この頃、イベンビューレンとその周辺で、鉄鉱石の採掘も始まり、20世紀前半まで採掘が続いた。イベンビューレンは、相続の過程で1702年に、プロイセンの統治下に編入された。1724年2月1日、イベンビューレンは、都市圏を獲得した。これは特に関税に関わるものであった。1743年に、 初めて参事会と市長が任命された。イベン・ビューレン氏の発展19世紀初めのナポレオン統治時代、イベン・ビューレンはまずベルク大公国に属し、その後フランス帝国に編入された。1815年にプロイセン軍とロシア軍がこれを占領し、1816年1月1日にプロイセンの統治下に置かれた。これに伴い、 本史は新たに創設されたテックレンブルク軍に組み込まれた。19世紀後半、軍役場のイベンビューレニへの移転が議論された。衆議会の前向きな決議は、1870年、1871年の戦争のため実現しなかった。国家社会主義の時代、1912年、1913年に建設された新シナゴーグが、 1938年11月9日から10日にかけての夜間に起きたユダヤ人排斥行動によって破壊され、翌朝、放火された。アーリア化に伴い、この土地は後にイベン・ビューレン氏の所有に移された。当時のニュルンベルク法に基づき、イベン・ビューレンのユダヤ人21人がホロコーストの犠牲となった。第二次世界大戦では、市とミッテルラント運河が何度も、 連合軍の爆撃目標とされた。1945年4月1日から7日まで、ドイツ軍と進軍してきたイギリス軍との間で、イベン・ビューレンの戦いが行われた。この有名な局地戦の戦場が、イベン・ビューレンとリーゼンベックとの間の南にある。この、いわゆる、ブルムライタールの戦いは、2007年に、レーベン・ウンとしてるベン45というタイトルで映画化、された。 第二次世界大戦後、イベンビューレンとイベラントは、1974年12月31日に、アムツ・フェアバンとイベンビューレンを形成し、自治体再編により現在のイベンビューレン氏が形成された。同時に、テックレンブルク軍が廃止され、旧ブルク・シュタインフルト軍と合併したことにより、イベンビューレンは1975年1月1日に、新たに創設された。 シュタインフルト軍に編入された。1981年8月26日、プロイサグの炭鉱でガスト室による鉱山事故が起き、8人の甲府が命を落とした。ハインツーンラントの市長時代に鉄道レーネライネ線の下を通る連邦道 B219 線の立体交差と、 ブライテ通りとラッケンベッカー通りの道路橋が1986年7月17日に完成した。2016年10月6日にイベンビューレンで最初のつまずきの石がグンター・デム・ニヒによって埋設された。2017年11月3日と2018年11月9日にさらなる埋設が行われ、2018年末現在、 市内の7つの地区に合計41基のつまずきの石が設けられている。市名の語尾のマイナスブユレンは、定地ドイツ語のマイナスブユレン、バー、国交ドイツ語で、小さな家を意味するバー、中部オランダ語で、住居、村を意味するバーに相当する。五感部分の意味は明らかでない。ディーター・ベルガーは固有名詞と考え、イボの家といった意味であろうとしている。 エルンスとフェルステマンもアイビー族の個人名であるとして、イヴァやイボンの名を挙げている。ヘルマン・アーベルスによれば、五感のイベンは、イベイコール消化のミノルキ、一位に由来する。ゲルマン語のマイナスアイは、すなわち、ココードイツ語のイイは、コノルト語のアール、ゲール語のイーワス、ラトビア語のアイブに当たる。一位は、第一母親に直接つながっていると考えられる。この由来説は、 この集落が狩りの祈りの場であったことを示す。他には、イベ、イーウェイが弓を意味するという説もある。ここをドイツ語で、イーウェイ、イコール弓、シュバーベン語で、アイブ、イコール石弓である。弓は、石器時代から、一位の木で作られていた。ここでは、円形の集会所を意味する。イベンビューレン氏の人工推移、ローマイコールカトリック教会イベンビューレンのせい。 マウリティウス教会、イベンビューレンには9つのカトリック教会があり、3つの教区に分かれている。この他にテックレンブルクブロホターベックの聖パウルペーター教会も聖十字架教区に含まれる。現在、ミュンスター教区によって3つの教区の統合が行われている。福音主義教会イベンビューレンのクリストス、教会閉鎖された教会、シュテファノス教会、 ピュッセルビューレンその他の宗教組織、イベンビューレン新首都派協会、イベンビューレン市長者イベンビューレンの行政運営は、市長と44人の市議会議員によって執行されている。2015年にイベンビューレン市長選挙が行われた。背景には、自治体の民主性強化に関する法律があった。当時現職だったハインツ・シュタイングレイバーは、出馬しなかった。選挙には、 クリスティアン・モル、マルク・シュラマイヤー・エスンスト・ゴルトベックが立候補し、マルク・シュラマイヤーが当選した。自治体再編後、1975年からの市長を列記する。市長は、1996年12月3日まで、儀礼担当の名誉職であったが、翌12月4日からシュタットディレクトールの廃止に伴い、専任人の行政運営の責任者となった。ズンガラ、青字で、 金色の縁取り、直立した金色の怒り。死の色は青と金色である。解説、この紋章の最も古い素形は1778年の印象である。怒りの起源は明確でない。この衣装は近隣のいくつかの集落でも紋章に用いられている。このため、林原白の紋章に由来する可能性もある。この白の豪裁判所は、 早くも1509年に直立した怒りを紋章に用いている。また、林原伯領から分離された、テックレンブルク伯領でも少なくとも1475年には、領主の紋章に、怒りが描かれている。この怒りは、林原氏の港の闘病書、または税関に由来するのかもしれない。テックレンブルク伯は、遅くとも1227年以降、 この町のオーバーホーフ及びその他の財産や権利を獲得していたからである。イベンビューレンは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。イベンビューレン駅にある石炭採掘記念費経済は石炭採掘に強く依存していた。本市はイベンビューレナー丹田の名親となっている。イベンビューレン炭鉱はドイツで最後まで残った二つの炭鉱のうちの一つである。 2018年8月17日、この鉱山で最後の石炭採掘が行われた。最初はプロイサグエジーが運営していたが、最後はドイツのすべての石炭鉱山を統括するラグによって運営された。イベンビューレンは1545メートルのヨーロッパで最も深い石炭鉱を有し、無塩炭を産出する世界で最も価値の高い石炭帳の一つに数えられていた。 生産された石炭の大部分は、坑道のすぐ隣に位置する石炭火力発電所で利用された。この発電所は、窒素酸化物のためのフィルターがなく、当時施行されていた環境保護法に適合していなかったため、一時期、大衆から批判を浴びた。1990年代以降、市はサービス業の強化を奨励する取り組みを行っている。 イベン・ビューレン砂岩も広く知られている。周辺には多くの採石場があり、一部は現在も稼働している。イベン・ビューレン砂岩の最盛期は19世紀半ばであり、約1000人がこれに従事していた。黄色あるいは褐色を帯びて産出する砂岩は寒さに強く内装、外装に用いることができる。この他に、 ドイツ全土で知られている企業としては、ムジーク・プロデクティーフ、イペンビューレナー・フェラインスドルクライ、トイトブルガー・エルミューレがある。ラッケンベックには、テックレンブルク水供給連合の本部がある。イベンビューレンの日刊誌が、イベンビューレナー・フォルクス・ザイトングである。広報誌の、イベンビューレナー・アンサイガーと、ビアイン・イベンビューレンは1週間ごとに刊行される。 タウン情報誌としては、スタッドジャーナルイベンビューレンと、ミッテンドリンがある。印刷メディアの他に、クリニークムイベンビューレンだけで受信できる、独自のテレビチャンネル混をマイナス4があり、周辺地域のテーマに基づく、独自の番組制作を行っている。2009年4月にローカルブログイブタウンが開始された。ここでは、地域の出来事に関する、ポッドキャストとアーティクルを公開している。 イベンビューレン区裁判所は、イベンビューレン及びヘルステル、ホップステン、メッティンゲン、デッケ、ゼールベックを管轄する。この裁判所は、ミュンスター通り35番地の保護文化財に指定されている建物に入居している。鉄道イベンビューレン駅鉄道レーネライネ線に、イベンビューレン駅、イベンビューレンエッシュ駅、イベンビューレンラケンベック駅がある。運行している。 旅客近郊交通は以下のものがある。この他に月曜日から土曜日まで1日一方に IC2243 が運行している。公共旅客近郊交通にはベストファーレン運賃、NRW 運賃及びニーダーザクセン運賃が適用される。さらにイベンビューレンは1901年からトイトブルガーバルト鉄道のレンゲリヒ、ギュータースロー。 ヘーフェルホーフへ向かう視線の視点となっている。この路線は、蒸気機関車を用いたトイトエクルプレスの保存鉄道を、除けば、デイレンテ公営の散発的な貨物運行だけが、存続している。2010年8月の夏の嵐によって、軌道の土手が崩れたためレンゲリヒからの、トイイコールエクスプレスは、テックレンブルクが、終点となり、プロフォターベックを経由して、 イベンビューレンまでは運行しなくなった。新たな TWE 所有者であるキャプトレーンドイチュラントにより線路の補修が行われなかったため2012年に超党派の TWE のための活動連合が結成された。この組織はトイトブルガー・バルト鉄道の長期的保全とレジャーや観光分野での定期的な利用を目的としている。西部に位置するウッフェルンシクは 貨物輸送に用いられるテックレンブルガーノルトバーンに接続している。バスイベンビューレン駅前バスステーションイベンビューレンは多くの市バス路線及び地域バス路線で結ばれている。バス路線を運営しているのはイベンビューレンに営業所を有しているミュンスターラント地域交通 GMBH である。このバス会社はイベンビューレンからロッテ経由スナブリック行きザーベック経由ミュンスター行き リーゼンベック経由、ライネ駅、レッケ駅、メッティンゲン駅、テックレンブルク経由、レンゲリヒ駅のバスを定期的に運行している。道路、イベンビューレンは、連邦アウトバーン a 3十号線経由で、欧州広域道路に接続している。市内には、イベンビューレン西、イベンビューレン、ラッケンベックの3つのインターチェンジがある。近くに位置するロッテ、オスナブリュックジャイクション経由で、 A1 号線に接続する。この他の広域道路としては、修道に格下げされた旧連邦道 B65 号線と、現在も連邦道の B219 号線がイベンビューレン市内にある、またはあった。B219 号線は、ミュンスター・オスナブルック空港及び 40km 離れたミュンスター市に迅速にアクセスすることができる。自転車イベンビューレンは、 広範な自転車道もを有している。例えば、テックレンブルクに行くものや、エムス川沿いの自転車道などである。これは観光自転車道である百条ルートや、鉄天ラントルートに接続している。水路と港、デーレンテ港市の南部に位置する、デーレンテ宿を介してイベンビューレンは、ドルトムントエムス運河に接続している。この運河によりイベンビューレンは、南方向は、 ルール地方を通ってライン側に、北方向は、エムス川を経由して北海に繋がっている。西部に位置する、ウッフェルン区には、ミッテルラント運河の市脈に面した、別の港がある。航空イベンビューレンの南2 5トルのグレーベーンに、ミュンスター・オースナブリュック国際空港があり、ヨーロッパうちの各地へ向かう直行便が利用できる。通勤イベンビューレンの立地と、 勤務地の提供を含む中級中心都市機能により、近隣町村の多くの住民がこの町に通勤している。イベンビューレンは上級中心都市をオスナブリックの影響下にあり、他にもライネーアミュンスターといった大きな町が近くにあるため、これらの職場へ通勤するイベンビューレン市民も多い。この町への通勤者が多かった状況は、この町からの通勤者が多い状況に変化した。 このためイベンビューレンはベッドタウンの様相を呈している。通勤者数の収支がプラスであったのは2003年が、最後で2014年からは4桁の負の値を示している。2017年現在、この町からの通勤者数は15,091人。この町への通勤者数は12,871人で市内に勤務する。 イベンビューレン市民は13,576人であった。したがって、2017年の通勤者数収支はマイナス2,220人である。イベンビューレン鉱山閉鎖の影響により、この数値は、さらに大きく変動する、可能性がある。教育芸的ムナジウムイベンビューレン学校教育では、初等教育については、基礎家庭学校が9校ある。養護学校も二校ある。 本家庭学校1校、実家学校2校、ギムナジウム2校、総合学校1校、常述の養護学校、自由学園1校が、ゼクンダーシュトゥーフェアイを担っている。ゼクンダーシュトゥーフェイ2は、常述のギムナジウム、総合学校、及び職業補修高等専門学校2校が、担っている。これらの学校ではいずれも、一般高等教育入学取得を取得できる。 卒後継続教育は、職業補修高等専門学校及び、家族教育機関、青少年芸術学校、私立音楽学校、イベン・ビューレン市の市民大学、私立図書館で行っている。2013年のイベン・ビューレン・キルメス2011年のイブ・オン・アイス精霊降臨祭には、第二次世界大戦以前からのオートバイを持ち寄る、伝統的な国際オートバイイコールベテラン集会が、 行われる。歴史的な自動車は、毎年7月第1週末に開催される国際、シュナウフェルル集会で見られる。毎年8月の第1週末に、ディノザウリエルトレフェンがイベンビューレンで開催される。様々な時代のアメリカ社が集まる。主催者は、ミュンスターラント US、カーイコールクラブであった。このクラブは、この種のものとしてはドイツ最古級のクラブの一つで。 イベンビューレンにある。しかし、US カーイコールクラブは2010年にこの集会を個人の手に委ねた。イベンビューレンは毎年9月第1週末に開催され、約250の出品者が参加する内市街、キルメスでも知られている。これは、ノルトラインベストファーレン州で2番目、ドイツ全土でも5番目に大規模な都市キルメスである。 2017年の見物客は40万人に達した。10月の第1週末には多くの市民やゲストが参加するジャガイモ祭トレクノレが開催される。この他のイベンビュー連の国際イベントとしては毎年開催されるバスケットボールイコールイースター大会がある。この大会は正金曜日からイースターマンデーにかけて開催される。海外から 上位クラスのチームも来ており、観客は魅力的なバスケットボールを楽しむことができる。主催者は TB イベンビューレンである。毎年開催されるイベンビューレン SV のクライミコールハンドボール大会も国際的なイベントである。この大会は6月の生態の祝日後の週末に開催される。60以上のクラブから300以上のチームが参加し、 東部スポーツセンターの14面の芝生フィールドで開催される。2004年以降、毎年11月末から1月初めに、テックレンブルガーラント最大の野外に人工的に作れた氷のフィールド上で、イブオンアイスというイベントが開催される。初めは、イベンビューレナーノイマルクトにアイスバーンが設けられていたが、2015年11月からは、視聴者前広場に移された。 2016-17年シーズンには、このイベントは4万人以上の来訪者を記録した。カーリングや、週末には、子供のためのフライパン滑りレースあるいは、スケート教室が行われる。イベンビューレンのビュルガーハウス内で、ドイツの有名な旅劇団の客演公演や、キャバレー、コメディダンス、音楽などの芸術家による公演が、定期的に行われる。 2005年に創設された旧映画館、シャウブルクの劇場は、クアジゾーテアター、デア VHS により、毎年多くのアマチュア劇団が演出されている。テキサスやカリフォルニアの音楽アカデミーと協力して、毎年、ピンクイコールジャズ交換会が開催されていた。この催しは2年に一度イベンビューレンが主催し、ヨハンエス・ケプラーイコールギムナジウムと、ピンクポップ EV によって開催された。 このイベントのために、アシュリー・アレクサンダー、バルバラ・デナーラインといったビッグネームがイベン・ビューレンを訪れた。このプロジェクトは2006年に終了した。このアイデアは毎年開催される福音主義カントラートのジャシブワークショップやコンサートに活かされている。ダンススポーツクラブイベン・ビューレン EV では、車椅子ダンスグループも練習している。ミューレン対比イベン・ビューレン最大のレジャーチが、 アーゼーである。この人造湖には、イベンビューレのあーアー川が流れ、散策やサイクリングに誘う、湖の生誕にあるミューレン大秘は、釣りにも利用されている。内市街や市区部の地域には、現在も利用されている墓地が9つある。最大の墓地は、ノルト通りのセントラル墓地とハウプト墓地である。ウンテラーマルクト北見デスバイプイベンビューレンの中央、オーベラーマルクトと、 ウンテラー・マルクトとの間に保護文化財に指定されている福音主義のクリストス教会がある。その塔の基部は12世紀に建造されたものである。その近くには17世紀から18世紀に建設された家屋が数多くある。その最も古い建物は1690年に建設された。クリストス教会の南はウンテラー・マルクトである。 これに面して1743年建造の旧宿駅がある。この旧宿駅は1983年に修復が終了した後、イベンビューレン市民に人気のアンイコールカフェを含むいくつかの小さな店がここに入居した。1830年頃に建設されたカトリックの聖、マウリティウス教会は後期古典主義様式のハレン・キルヒエで内市街の北端にある。 イベンビューレンのルートビヒ協会は1971年に改築がなされた。その変貌は町に活発な議論を引き起こした。当時、祭壇壁の十字架が撤去され、その場所にガカルプレヒトガイガーによって制作された白地に鮮烈な赤い円が設置された。このガイガースプンクトをめぐっては、激光した議論の的というだけでなく、 これ以後、境界の霊的な中心地となっている。アーゼ・コハンに大変人気のある、スケートパーク、東半壁、レジャーランド、ベーゲルイコールウィントマイヤーとそれに接する、郷土感がある。近くには、鉄道イベンビューレン・ヘイフ,フェルホーフ線の駅があり、下記には、蒸気機関車や、歴史的な列車を用いた、トイコールエクスプレスでバート・イーブルクや、バート・ラーエルへ、行楽に出かけることができる。 レジャープール、アーゼーバートは、アーゼー周回遊歩道沿いの広い日光浴用、芝生広場に接している。湖沿いには、鉄天ラント周回遊歩道や百条ルートなどの、地域的あるいは全国的に有名な遊歩道や、自転車道が通っている。クレッターバルトイベンビューレンは、ブナの古木の、小さな森に設けられている。120のエレメントがあり、 高さ14メートルまで様々なルートが用意されている。コースには様々な難度のものがあり、初心者にも上級者にも公的である。特に魅力的なのは、長さ180メートルの在留斜面や、高さ14メートルからネットへのターザンイコールジャンプである。このアスレチックコースは3月、または4月から10月末までオープンしている。南部地域には、 数多くのオールドタイマーやオートバイ士の古典を収蔵するオートバイ博物館がある。同じくイベンビューレン南部のトイトブルクの森北斜面に1926年に開設されたレジャーパークゾンマーローデルバーンがあり、1958年に設立されたメルヘンの森と共にドイツで最も古いレジャーパークを形成している。向かいの南斜面には祈願。キガン デーレンタークリッペイがある。北拳デバイプもその一部である。駅の近くの古い館、ハウスヘイフェル、ヘロルトにイベンビューレン私立博物館がある。ここでは街の過去を身近に感じられるイベンビューレンの歴史を語る珍しいコレクションの定期的な特別展示や常設展示がなされている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。